再開していこうか。これさ、上に行ったら多分出口だと思うから、まあ、先に右の奥の細道、こっちの方、ほらね、宝箱あるでしょ。オレンジ組を手に入れました。いや、来て正解だったら多分敵出てくるよね。これで、ミントのレベルが多分上がるはず。ミントってそもそも何の使い手なのこいつ。なんか Y ボタンとかでなんかできるよみたいなこと言ってなかったっけ。操作をキャラの入れ替え、あ、ミントで、はいはいはい、あ、でも呪文覚えてねえじゃん。まだ呪文覚えたら使えるよみたいなこと。あ、ボコられた。あ、でも選択肢出てくるんだね。おじさん一人旅だったから、X を押してその呪文を選んだ時におじさんにしかコマンド合わせることできなかったけど、ミントが仲間になったことによってできるようになりましたと。こいつオープニングの時に出たような、なんか声優というかキャラクターボイスがコオロギサトミかカナエミかのどっちかだったやつだと思う。ファーストエイドを覚えた、チーズを手に入れた。ファーストエイドってあれじゃん、回復。あれさ、オープニングのムービーでさ、ファーストエイドなんか木にやってなかった？あの枯れ果てた木あったじゃん、パート1とかで出てたやつ。あれに対してファーストエイドをミントが使うんじゃねえか。宝術の一つ、味方一人の HP を回復させる。これ Y ボタンを押すとなんか固定みたいのができるのか。作戦攻撃補助を使え、命大事に、はいはいはい。これでこのミントのやってもらえるみたいな感じかな。あ、ミントしかもレベル、2上がったのか。もともとレベル2だったのか。レベル2だったのがあと いくつが1でレベル3になったんかな。もうちょっとわかんないけど、まあレベルが上がったんだからよしとして、もうそのまま奥に、え、上、まっすぐ上には進め、おお、なんかスライミーなやつ出てきた。オークチェリーっつうのかな、こいつ。で、G リーチ。ゴキブリリーチ。リーチって何、どういう意味なの？こいつ、明らかに見るからにカタツムリ的なキャラだと思うんだけど。サンみたいなの出してるし。おじさんばっか攻撃食らってたけど、ミントにも攻撃が食らってる、ザマー。ミントも完全に不意打ち食らったみたいな感じの顔してたよな、今。で、おじさんレベルアップ。で、アップル組を手に入れたと。で、上の宝箱は、こっちからじゃ取れないのかな？この通路を越えた先に、はいはい、こっち側から取ると。ウッドシールド。装備とかって、この女、装備できんの？特にあるわけではない。クローク、布製の、あれ、服。帽子？ベレットって、ベレー帽みたいな、あれか、画家とか。あの、カービィのさ、アドレーヌが被ってるような感じの帽子なんだけど、これ実際のミントのグラフィックの帽子と全然違わなくないか。なんか色も違えじゃん。なんかロシア人とかが被ってそうな、あったかそうな帽子被ってるけど、全然違くないこのベレットって。まあそう考えたらあれだよな。おじさんとかもさ、なんかレザーアーマーの色とちょっと違うよね。ボタン6つぐらいついてるけど、そんなついてないよね。ボタンがそもそもついてるように見えないんだけど、おじさん。謎だよな、その辺の仕様。もうちょっとその辺も、リアリティ出して、いや、でもリアリティ出したら今度めんどくさくなるか。戦闘のたんびに、装備品が全部違うって。剣も違うのかな？ロングソードだっけ？あれ、もともと俺、なんかレイピアか何か買ってなかったっけ？別の剣買ってたような気がするんだけど、身ぐるみ剥がされてたんだよな。なんかおじさんの家でさ、おじさんって言っても、あの父親とか母親の兄貴を表すおじに、その売られたじゃん、おじさん。で、そこで身ぐるみを剥がされてしまったせいで、なんか装備品が貧弱なんだよな。なんならこのミントのお袋が持ってたその剣をくすれてさ、今うまいこと戦ってるけど、てかミントって何歳なのこれ。幼き子にその母親の死を見せるのは
その何良くないみたいなこと言ってたじゃん。でアップルグミ手に入れて、これはあーなんかボスくせえな。奥行ってセーブポイントあるってことは多分ボスだよ。だから先に右の方の探索。オークジェリー、さっき戦闘になってたの こいつだったっけ。で打撃痛えな、 46？ なかなか食らってるよね。どの辺がオークなのかよくわかんないけど、ジェリーなのはわかるけど、オークってさ、その豚とイノシシの超破壊みたいな化け物じゃん。あんまりその感じないよね。こっち側は行き止まりか。で今回のパートもコーラを飲みながらやっていくぜ。ああ寝起きの一杯はうまい。今これ寝起き昼間に撮ってんだけど、ちょっと休みだったから、おじさん今めちゃくちゃ連休9連休中なんだよな。 9連休中で休みだから、ちょっと昼夜が割と逆転した生活してるんだけど、あこれ階段、あーはい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 、あ待って、これさっきの画面にもこんなのなかったっけ。あ悪魔が飛んでる。レイピア手に入れた。レイピアの方強い、あレイピア弱い。月月攻撃みたいの、あでも命中上がるね。ちょっとこれ操作してみるか、どう違うん。いやこの画面でも変わらんって見た目。しかも月攻撃ってどうやって月攻撃をすんのっていう話よね。あんまりおじさんが、おじさんが装備するものでもなかったのかな。並び替えにしてミント戦闘にすることもできるのか。おじさんが後ろから攻撃してる。ミントほぼ何もしてないけど、なんかちょっと攻撃っぽいことしてなかったか今。なんかええー、みたいなこと言ってない。まあけど並び替えた方がいいか。こいつは攻撃キャラというか回復キャラだから、おじさんが先陣切って戦った方がいいだろう。で一旦回復入れるか。あもう427まで増えてんだね HP。 でこの下の方は、あの何かしら宝ある。で不意打ち、不意打ちってさあれだろう、あ左側から、あってなるとこうなった時にちょっとあれなのか、隊列を入れ替えないといけませんねっていうことか。んー、ちょっとめんどくさいな、不意打ち食らった時に。まあ、そのままミントで、ミントもゴリゴリ攻撃するタイプのキャラだったら、別にフォーメーション変える必要ないですよっていうことか。セボリーを手に入れました。どういうあれ、セボリーって。あんまり美味しくなさそう。あれ見ていたら、あの、女子が好む、あの、謎の臭い草あるじゃん。名前出てこねえわ。パクチーが、薬草の種 TP 最大値が 5% 分上昇する。あこれあれじゃん、不思議な木の実じゃん。 5% 割合で上昇するのか。まあおじさん一択だな。やっぱこういうのって主人公至上主義だよね。ドラクエとかのさ力の種も俺基本的に主人公にしか使わないんだけど、完全にそれだよな。ここはフェイク、ただのフェイクの道、全くもってもうただの行き止まりに、行き止まりっていうか行き止まりすら作らず埋め立てみたいな感じにした方が良かったんじゃないかとすら思えるよね。まあこれ武器とかもその都度変えてたらあれか、キリないよな。あーてか装備ロングソードの方がやっぱいいわ。基本的に切り攻撃しかしてねえじゃん、パッと見。
いや、ついてんのかもしんねえけど、その辺、ようわからんよな。で、あの魔法陣の先には、さっきの不審なやつがいると。あ、待て待て。いや、逆にしないとダメなのか。これで決定にすると、あれ、ダメか。これでいいのか。なんか分かりにくいよな。いいね、気絶してる。なんかもうほとんどね、月っていうかぶん殴ってる感じするような剣で。はい、で、セーブポイント。まあ一応全部に。あー待って、あ、レベル2だったんだ、ミント。はいはいはい。うわー、いるわ。こっちはさっきの場所とはまたちょっと違うのか。いや、なんだったら俺ここの左のマップも探索ちゃんとしきれてない感じあるんだけど、回収できるのかな。まあそもそもアイテムあるのか分かんないけど、行き止まりかみたいに言ったけど、あれ行き止まりじゃなかったのかな、さっきの。もう気になるけど、序盤のダンジョンだからそんなに長居はしたくないんだよな。あー待って、ここ、ん、俺さっきここ、あ、ん、繋がってる。いや、マップ構成がようわからんのだが、どっちからでも行けますよみたいな、そういうこと。今こっち側からも行けたよな。こっち側からも行ける、行けるよね。ちょっと分かりにくいけど、繋がってんのか。背景が全部同一とかだったら分かりやすいんだけど、ちょっと背景が入り組んだ感じになってると、途端に今もう おじさんの頭が混乱してるから、オークジェリーが気絶してる時の見た目ちょっと面白いな。ダメージ食らった。ちょっと体が飛び散ったような状態で、そのものけぞってるっていうか、このけぞった状態で気絶してるから、なんかすげえ見た目違和感がある。まあ HP はまあまあ高いか、90ぐらいあんのかな。90までか、80ぐらい。お、ピコハンを覚えた。遠距離から何かしらぶん殴って攻撃するみたいな感じかな。センガルド、大金手に入れた。あー、プカプカしてるわ。その手前にいるナメクジみたいなやつも、あ、なんだっけ、 G なんとかか、名前忘れたけど、あんまりナメクジっぽいカタツムリみたいな見た目してたけど、そんな名前じゃなかったような気がするな。いや、でもナメクジって英語でなんて言うかわかんないわ。スラグ、スラグみたいな名前の単語なかったっけ。あれはカタツムリか。お、いいね、気絶してる。基本的に気絶するときってダメージ食らったときの顔で顔っていうかポーズで気絶すんのか。ちょっと大金手に入れたことだから、ちゃんとセーブもして、さあいざ行こう。クッキルスキュートゥースに。あいつは G スラグ。あれ、スラグじゃん。やっぱりスラグって名前くじか。さっきの戦ったやつとはちょっと上位互換。ああ、気絶してる、気絶してる。あー、いいね、勝手にピコハンしてくれてる。あ、なかなか優秀だなこの女。え、いいぞ、このまま一気にボコロ。スペンドレベルっていうのがこいつの。あ、ちょっと危ない。ちょっと落ちた。ちょっと回復遅くね。回復すれば、オッケーオッケー、ファーストエイドしてる。いや、ちょっと変な方向に来るな。
とりあえず先にナメクジ倒すか。失敗、失敗することもあんの。待って、ちょっとおじさん、おじさん回復遅くね。回復が反映されるまでにまあまあ時間かかるから。いやちょっと待って、え、なんか操作できない。なんかブーブーってなるときがあるんだよ。ミントも死にかけてんな。あー死んじゃった。アイテムがさ、なんか使えない。あ、出た。ライフボトルって命回復するやつか。多分回復アイテム的なやつだと思うんだけど。あー、おじさんが気絶してる。まずい。カーソルを合わせた状態で何か行動するとまずい。ミントまた死にかけてる。ミントのオレンジ組ってなんだっけ。 MP 回復的なやつか。 MP 回復した。で、もう一回オレンジ組でミント回復。よし、あぶねえ。全滅するところだった。結構手ごわくねえか、ボス戦って。あー、もうアイテムフル活用したよな今。どっかの森に出たけど、ここまで来ればもう大丈夫だろう。おお、ミント危ない。さっきのナメクジ、毒食らった。おじさん、おじ先生、くそ、油断した。おじさんさん、しっかりして。おじさんさん、ファーストエイド使えや。追って、逃げなきゃ。おじさん背負ってよくいけるな。俺もてっきり一人でキビスを返すのかと思ったけど。父さん母さん、ありがとう的なやつだと思ったんだけど違った。なんだっけ、ハッピーサマーウェディング的な展開あるのかなと思ったけど、そういうわけではなかったと。もう気がついたかみたいな感じか。大丈夫か。あと新キャラ出てきたけど、あなたが助けてくれたんですね。ここは、ここが私の家。私はトリニクス・デー・モリスン。モリスンって仲間になるキャラクターの一人じゃないのか。てか、この、あれ、モリスンともう一人の誰かさ、声優同じだったよな。で、同じように、おじさんとクレスだっけ？おじさんとチェスター、最初に仲間になった弓使いのやつ、チェスターだったような気がするんだけど、それもあれだよな、同じ声優だったよな。なんだっけ？なんか、貴族性っぽい感じのなんか草なんとかみたいな名前だったような気するわ。その人じゃなかったっけ。君はおじさんくんだったね。君の友人から聞いて、お嬢さんからはここに至るまでの経過を聞かされたしね。一応理解をしているつもりさ。ああ、ミントね、お嬢さんって。おじさんさ、目が覚めたのね。よかった。あ、外にいる。そうだ、おじさんくん、気分転換に外に出てきたはどうだ。外にいる、何、誰かいんの。あ、はい。モリスンもあれだな、何かしらの声当てた方がいいか。どんな声にしようか。こいつあんまり特徴ないんだよな。外に行って新鮮な空気を吸ってくるという気分も良くなる。あ、もう大丈夫。心配かけてごめん、もう大丈夫だよと。よかった。誰か外で待ち構えてんのかな。追っ手がいるとかでさ、こいつもモリスンだっけ。いや、なんかおじさんのおじさんみたいにさ、これも罠なんじゃないかって
ちょっと気になるよね。勘ぐっちゃうよね。あ、鏡。鏡にモリスの姿が映ったら、そこには化け物が映ってましたみたいなさ。これは段差なってんのか。はいはい。いや、しかしなかなか立派な家に住んでんな。なんか肖像画みたいのも描けてるし、これちょっと危なくないか。これ食材とカーテンの位置近すぎるだろう。ちょっと窓を開けてさ、風がブワーってなった時にこのカーテンが、まあ、畳んで丸めてるから大丈夫かもしんないけど、これそのカーテンのフックのところにさ、その巻きつけるように固定してなかったら、それを忘れちゃったりとかたまにあるじゃん。それしたらさ、その状態で窓を開けたら、このカーテンが風で煽られて、このろうそくの火についたりとかする可能性あるから危ないよね。ちょっと、こんなに食材をあちこちに置くのは良くないわ。いや、電気っていうのがねえのかもしんねえけどさ、RPG の世界って。にしてもこの火つけすぎだわ。酸欠なりそうだよね。こんにちは。私、友人に紹介されてここで働いてるの。奴隷か。でも、モリスのおじさまって、素敵。結構、年寄りなのか。俺と同じぐらいの年齢なのか。キャー、言っちゃった。ハートマーク出てる。ドン引きしてる。モリスは、ちょっと渋めの声でやった方がいいのかな。モリスの声優、誰だったっけ。井上和彦だっけ。井上和彦が俺どんな人なのかよく分かってないからな。まあそれはおいおい考えるとしてだ。今外の空気。あ、犬っころ。犬なのかこいつ。分かんないけど。結構いい家に住んでるよな。村の中とか、え、おおお。これあれじゃないの。なんだっけ、チスタ。弓使いでこんなことするやつって。チスタくらいしかいないと思うんだけど、てか今の危ねえな。なんか犬とか猫とかに当たる可能性あったろ今の。やぶみ、目を覚ましてかおじさん。ほら、あのイケスカなやつだ。チェスター。おお、今もう一回矢打ったのかと思ったけど、こいつらが扉開けた音か。君の名は君の友人から聞いたって言っただろう。気がつかなかったかな。あれ、ミントに対しておじさんの名前自己紹介したっけ。してないのか。おじさんが村を出て行ったのと揺れ違いにモリスンさんが来てね。そのおかげで村の人たちを、あ、弔うことが一緒にできたみたいな、そういうこと。思ったよりも早く弔うことができたんだ。そうだったのか。でもなぜモリスンさんが。私は黒い鎧の男を追っているんだ。もう少し情報が早ければ村を守ることができたんだが。黒い鎧の男ね、多分おじさんの親父の元部下みたいなやつ。そいつがタオスっていうのかな。なんかラスボス的なやつ。ジョジョでいうディオ的なやつ。しかしミゲールがいながら村はおろかマリアさんさえ守ることができなかったとは。父さんと母さんを知ってるんですか。ああ、二人とは古い友人でね。それにお嬢さんの母親メリルのこともよく知ってる。これオープニングで出てたさ、あれじゃないの。このモリスンと、そのミントの母親メリルと、あとはおじさんの両親2人でそのダオス1回目を倒したとかなんじゃないのかな。それがオープニングムービーでやってたやつで、そっから十数年経過してその今の時代になりましたみたいなさ感じなんじゃないのかな。だから多分モリスも40歳ぐらいのまあまあ渋いおじさんなんだろうな。多分君たちよりもね。ああ、やっぱそういうことでしょ。一緒に旅してた俺の予想通りなんじゃないか。うん、要はそのモリスンとかの子孫たちがまあ今のおじさんだよね。おじさんとかが、まあ、ダオスを倒していく物語みたいな、そういう感じなんじゃないのかな。テイルズ・オブ・ファンタジアって。そういえばミゲールが伝説にしていた宝石をおじさんくんは知らないか。
奪われたよ、その宝石なら首飾りにして誕生日のプレゼントしてもらったけど今持ってるのか。奪われました。何？捕まった時に黒い鎧の男に奪われたんです。一体あのペンダントに何の意味が。なんてことだ、全てが後手に回ってしまう。まずいな。君たちはここに残るんだ。私は今すぐ地下基地に行かなければならなくなった。そこに鎧の男がいるんですね。僕たちも行きます。仇を討たせてください。ダメだ、貴様は弱すぎる、みたいなこと言うのかな。そんな、お願いします。不意に来るチェスターにちょっと戸惑うわ。君たちでは足手まといにしかならない。そんなのやってみなけりゃ。君は父親に勝ったことがあるのか。それは森すんだけレベル60くらいあるのかな。すまないね、親友たちの忘れ形見である君たちを危険な目に遭わせたとあっては、先に行った彼らに私が顔向けできないんだ。頼むからわがままを言わないでくれ。私たちこれからどうすればいいのかしら。モリスンさんはああ言ったけど、俺は待ってるなんて絶対に嫌だぜ。私も無言。おじさん、お前はどうなんだ。いや、さっきのボス戦で死にかけてたからな、正直戦いたくねえよな。はっきりしろよ、二人で約束してたろ。あの時必ずみんなの仇を討とうって。モリスンさんのさっきの言葉そんなに気になるのか。おいってば。喧嘩もやめてください、お願いです。お、誰だよこれ。なんぞ想像しのジジイだ。モリスンよい、茶飲み相手をしてくれんかの。これあのジジイじゃないの。なんとかこんとか師匠みたいに呼んでたやつじゃないの。なんじゃ小せがれに留守番け。トリスタン師匠、どうしてここに。ミゲールんとこの小せがれじゃねえけ。わしは茶飲みにここにはよく来るんじゃよ。おんしこそこんなところで何をしとるんじゃ。実はというわけで、だいぶ端折ったな今。ふう、それはモリスンが言ったのけ、足手まといと。はい。モリスン死ぬつもりなのか。でもモリスン仲間になるんじゃないのか。ほうほうほう、ちょほいと法術なんぞできるからといってあやつは天狗になっておるんじゃ。モリスさんも法術師なんですか。もう、おうおう、メリルさんところ娘さんじゃな。母さんそっくりじゃ、美人になるぞい。でもなぜ会う人みんなが僕やミントのこと、親のことまで知ってるんですか。変ですよ。このトリスタン師匠が全員に、いや、トリスタン師匠もそのダオス1回目倒した時にパーティーにいたんじゃないか。そのミゲールとかメリルとかと一緒に。知りたいか。ぜひ、それにやっぱり僕たちは仇を討ちたいんです。おじさん、おじさんさん、モリスンさんの言ったことが正しいのかもしれないけど、僕はもう迷わない。師匠お願いします。いいじゃろう。じゃあその装備では心細いの。今行商人が来るから装備を整えてくるといいぞい。準備ができたら南東の洞窟へ行くのじゃ。わしは先に行って待ってるぞい。オープニングの曲じゃんこれ。あれ、どうしたうちさん。イヤリングが、地下牢で手に入れたイヤリングがない。どこでなくしたんだ。なんでもない、行こう。
でもいずれどっかで手に入るんじゃないの、そのイヤリング。まあ行く前にちょっとメイドさんに挨拶。こんにちは、私友人に紹介されてここで働いてるの、モリスのおじさまですって。いやいやいや、同じセリフしか言わねえじゃん、おじさんドン引きと。んで、ああ誰かいる、誰だこいつ。あ、行商人か。あ、すいません、モリセンさんいますか。いくら呼んでも返事がなくて。あ、あなたでもいいや、なんか買えませんか。証拠にたくましいな。アップルグミね、これね絶対買った方がいい。あー、でも待て、武器も欲しいな。いやー、まあそのためのセンガルドだったと思うんだけど、キャンセルボタン、あ、これ欲しいね。これさ、一個誰かに装備させてやれば、これで走れんのかな。ちょっとおじさん、そのとか、ジェットブーツ。おお、誰か一人にさえ装備させてやれば OK みたいな、そういう感じね。無駄にいっぱい買わなくてよかった。ロット、そもそも今さ、この女何装備してたっけ。あ、武器、何も装備してないのになんか杖振りながら魔法を唱えてなかったっけ。まあロット1個ロット安いな、しかし。で、あとは900円って値段高すぎないこれ。いや、防具も正直欲しいっちゃ欲しいけどな。そうだ、俺サーベルとかも買ってたよね。買ってたけど、なんか長った判定になっててさ、意味不明だったんだよな、身ぐるみ剥がされちゃったせいで。ロングソードとレザーアーマーね、セルフ棒とレザーアーマー。いや、武器に対して鎧が高すぎるんだよな。いや、900って、まあ1着買うか。まあ、近接技をするおじさんに装備させて、あとは、あ、まあこれも1個買うか。あとどうしようかね。ラウンドシールド、いや俺ラウンドシールドも買ってなかったっけ。あとはセルフ棒1個、セルフ棒のラージサイズね、 L サイズね、 L と、まあサーベルの方が値段高いから、サーベル1個。お金が本当になくなってくな。で、アップルグミ4つぐらい買っとくか。いやー、でもオレンジグミも欲しいけど、いや、アップルグミでいいか。アップルグミ4つ。こんなんでいいんじゃないか、とりあえず。最適。はいはいはい、最適になったと。で、チェスターも、あー、弓が変わっただけか。で、ミントも、杖が増えただけか。こんなもんか、お金がないんだよな。で、いざ南東の洞窟に行くか。まあ、一旦セーブだな。時間的にそろそろパートを区切ってる頃だと思う。あ、仲間3人パーティーで。では、いざ行こうぜ。